はじめまして、おはようございます。ふめいです。さて、どこまで行ったっけ、前回。そうだ、起動したところでしたね。この中に手を突っ込んでみる？よし。とりあえず中に入ってみましょう。なるほど、手を突っ込むところじゃなかった。どうなったの？完全に別の部屋だな。さっきの装置で飛ばされたってことか？転送装置ということだろうか。もはや何でもありね。今さら驚いても仕方ねえ。できることをしようぜ。あら、あそこを見て、書類が散らばっているわ。みんなこっち側に来たから向こうが無人だったってことなのかな。始まりの御三家、始祖神より役目を受け継ぎ、黄泉の封印を守る三つの家系、この大帝国世界経済裏社会を滑る者として三家は絶大な力を得た。しかしその結果、本来は同等の関係にあり協力すべき相手であったはずが、時代の流れとともに変化し対立するようになっていった。長らく固まっていた三家の関係だったが、ここに来て変化が訪れた。100年続いた三家の確執が月夜の家の若き当主によって打ち壊されたのだ。あの階層ね。多少のわだかまりは残るものの、あの御三家を再びここまでの関係にまで戻したのはまさに偉業であった。この研究所ではすさみ財閥の資金と技術、月夜の家が継承してきた知識と力、それらを合わせあの邪神を打ち倒す方法を今度こそ見つけたい。我々は今一丸となって戦っている。なるほど。この研究所ではすさみ家と月夜の家が協力して進めていたということか。月夜の先生が元は対立していた2つの家を仲直りさせたってことだよね。それは並大抵のことではないわ。本当にたくさんの苦労されたのでしょうね。ふむ、肝心のすさみくんのコメントがなかったけど、こっちで見れるのは2箇所。あれ、ここには何もなさそうだ。そっか、とりあえず書類。もう一度書類を見てみましょう。さっきのやつか。これは？なんだここ、壁がへこんでるぞ。押したりしても何も変化しないようだけど。そしてその中央には何か埋め込まれているね。装置には早戻しのマークが書いてあるが、何か入ってるのか？中には何も入ってないみたい。一体何をするものなのかしら。装置のそばに何か落ちているようだね。時間を操作する力、途方もない夢物語のような話だが、まさかそれが実現できるとは。これは中に入れた物体の時空を歪めることができる装置だ。時を戻すことも可能になっている。しかしそれでも読みには。おいおい、さっきの装置といい、一体何を作ってんだこいつらは。中に入れた物体の時を戻すこともできるって、一種のタイムマシンということだろうか。一つ間違えれば大変なことになりそうね。なんか入れるもんある？これ？この装置で時間の操作ができるって書いてあったけど、この写真で試してみない？なんでこの写真なんだ？時間を戻せば色褪せる前の写真になるかもしれないじゃない。確かにその可能性は高そうだね。この写真を置いてっと。さて、どうなるかな。もう使い方わかってるのね。
これで終わったのかな。さあな、開けてみればいいんじゃないか。あ、写真がちょっと変化してるよ。ほう、確かに色あせる前の写真に戻っているよね。ディスプレイを回転してる写真？何の意味があるんだろう。このディスプレイは転送装置の横にあったディスプレイじゃないかい？あ、さっき直したディスプレイね。あれって回転できたんだ。さっき直した、あー、はい。写真に残すということは回すことに意味があるんじゃないかしら。なるほど。なんだろうこのパイプは。何かを運ぶパイプではないみたいだな。何のためについてるんだ。あら、ちょっとここを見て。下の方に少しだけ隙間がある。え、ごめん、なんて読むのこれ。ん、重りでいいのかな。これは重りのようだね。かなりの重さがあるようだ。なんか違う気がするけど、まあいいや。うん、今のところ何をするものなのか不明ね。取ったりは重いから無理か。これは、ここの壁は押し込みパネルのようになっているみたい。右半分は押し込まれているようだな。すでに押されているってことかしら。押しても反応はないわね。ん？ちょっとここを見てみろ。左下の9個のパネルは押せるみたいだぞ。え、そこだけなの押せるの。左上の方は押せないの？高い場所にあるからな。ここからだとこの9枚が限界だろうな。押すと上にも反映されるとかある？なさそう。へい。後回しかな。この蓋の中には何か入ってるかな。これは排水管か。何か取り付けられそうな穴があるが。でもそれ以外は何もないみたいね。さてどうする。とりあえず回転させる。普通に考えればもう一度入ればさっきの部屋に戻れるはずだよね。そうだろうな。この部屋に出入り口がないからこれ以外方法はないが。行くしかないわ。やった、戻ってこれた。これを使って行き来しながら探索しろってことか。んで、なんだっけこれ、持った方がいい。さっきの写真のようにディスプレイを回してみましょう。あ、そこか、回るの。何か変化はあった？ただディスプレイが回転しただけのように見えたけど。これ向こうの部屋じゃない？もしかして無駄骨ってやつか？そんなことはないと思いたいけど。ディスプレイは転送装置につながっているようだ。転送装置に何か変化がないか調べてみたらどうかな。じ？あ、転送装置を調べるんじゃなく移動するのね。あれ？なんかさっきまでと雰囲気が違うような。これ別な部屋にもつながってるってこと？探索箇所多くない？これはさっきまでの場所と上下が逆になっているようだね。そういうあれなの？何その不思議な国のうんたらかんたらみたいな。え？そんなことが。もしかしてあのディスプレイを回転させたからか。ディスプレイを回転するとこっちの部屋も回転する仕組みというわけね。あ、部屋自体が回転してるのね。なるほど。ともかく変化したところもあるみたいだし
詳しく調べてみましょう。なるほど、上半分下半分両方調べ、これはまあ重力の通り落ちてきてる感じか。なるほどね、なるほどね、なるほどね。これはこっち側からもパイプがつながっているのね。これ結局なんて読むんだろう。いや、重りで通そう。重りが落ちているということは部屋を反転させると重力で落ちるみたいだね。反対側からだと見えなかったけど、重りには取っ手がついているのね。床にも同じものがあるな。これは何をするものなんだ。取って、取って、部屋を回転しても装置はちゃんと残っているみたいだね。これ逆に時間進めるのか。これ早戻しのマークも逆になってるってことは、こっち側で中に入れると時間が進むとかだったりして。内部も特に変わりはないようね。時間を進ませて変化しそうなものがあれば試してみましょうか。天井じゃない、アイテム。これを元に戻す。これ以上進めても意味ないだろ。ですよね。さて、あ、そっか、開いたから開いてるのね。あれはさっき反対側から開いた蓋ね。この蓋は何が入ってるんだ。バルブがついてるよね。回してみましょう。なんだこれ、回らねえぞ。と、取れちゃった。ちょっと彦道、壊さないでよ。壊れたっていうより外れたって感じだぞ。もともとここのものじゃないってこと？別の場所にあったものをここに取り付けたってことかな。それならどこかで使えるかもしれないね。とりあえず持っていくとするか。まあ、どう考えても上だよね。どうしよっかな。とりあえずパネル。こっち側からも壁が押し込めるみたい。こっちからだとここの9枚が押せそうだね。どうしようね。どうすればいいかな。法則性が分かればな。てい、てい、てい、てい。はい。さて、回転。へい、ポン。違う、こっち。ポン。うんとね、うんとね、ポンポン。ここで、こうだ。もう隣に合わせてるだけだけどね。はい、何も起きないね。はい。調べる。配管についていたバルブで何かを回すのに使えそうだね。これ調べてなかったの。綺麗に写っている状態まで時間を戻した写真ね。どうやらディスプレイを回転させてる瞬間の写真のようだ。持つ。えい。このバルブってここに取り付けられるんじゃない。大きさ的にぴったりね。よし、回してみようぜ。あら、何か水が流れるような音がしたね。水道が止められていたってことか。水道？あれか。それならどこかで水が出るようになったかもしれないね。あったね、水が出ない水道。じゃあとりあえずそっちか。どこだっけ？こっちだっけ？
もう一つ先か、逆回転だったな。これで水が出るようになったんじゃないかな。うん、問題はなさそう。水が必要ならここで使えるね。濡らすとなんか浮き出てきたりとかない？これ、これは謎解きに使ったからないか。こっちどう？関係ないか。実はこれ、はいはい、水が出るようになったから、何、水が出るようになったから、なんだ何なのだ。え、他に何ある？何ある？ナンバーファイブ。え、他なんかある？え、他？え、他？え、他？これといってもヒントとか何もないよね。向こう側に何かあったりするのかな。いや、何にもなさそうだな。え、わからない。ヒント見して。何がある？壁のへこみ？大きな棚のな、大きな棚？え、大きな棚って何？違う、大きな棚？向こう、え、大きな棚って何？なんかあったっけ？これ？あ、下全然調べてなかったんだっけ。この棚には何か入ってるかな。お、シャーレが入ってるぜ。中に入っているのは何だ。植物の種。あ、これを成長させるってね。はい、これは何かの種のようだね。研究に使っていたものかな。こっちはまだ種はたくさんあるみたいだけど、持ち出す必要はなさそうね。そっちしか開けてくれないのね。よ、何かの植物の種ね。成長したら何になるのかな。おつ、行くぞ。あれ、今どっち向いてる？あれ、どっち向きでどっちだっけ。わかんないから、とりあえず入ってみよう。これは OKOKOK。 この種を装置の中に入れれば何かすごいものに成長するかも。いや、時間を進めるだけで成長はしないと思うんだ。種ってこう、ほら、なんだ、土に植えて土からの養分とか、あと水とかさ、種だけではなんだ、枯れるのかな。何かすごいものってなんだよ。それはわからないけど、試す価値はあると思うよ。さて、何ができるかな。ほら、成長させるのには栄養とか必要だしさ、ただ時間を進めるだけじゃさ。よし、出来上がったみたいね。あら、変化してないわね。これは枯れてしまっているようだね。種から芽が出る前に枯れちゃったってこと？まあそうなるよね。あ、水あったじゃん。水はあったわ。
そうみたいだな。種だけじゃ成長しないってことか。枯れた種とかはないんだ。まあ種がたくさんあったのはそういう理由なんだろうね。ただ水以外になんかある。水だけでなんとかなる。これ書類か。はい、てか読み飛ばしちゃったけど。うん、なんで成長しなかったんだろう。植物を成長させるための何かが足りなかったということだろうな。水だけでなんとかなる。持つ。種に水を浸してみましょう。成長するかもしれないよ。えい。さすがにすぐには反応はないか。当たり前だろ。そんなにすぐ成長する植物があるかよ。水だけでなんとかなんない？調べる。水に浸した種だ。このまま放置したら成長しちまうかもな。水だけでなんとかなるのかな。ちょっと植物のこと詳しくないからなんともなんだけど。この種を装置の中に入れれば成長。これさっきと同じセリフかな。あ、違う。確かに原理としてはそうよね。やってみましょう。こいつを入れてっと。どうなる？どうなる？そろそろいいかな。お、いい感じに成長してるな。ツル。何使う？かなり丈夫なツルだわ。ロープ代わりにもなりそうなほど頑丈ね。何使う？え？こっちの部屋は回転させるから意味ないと思う。だから向こうの部屋かな。高いところにうんたらかんたら。調べる。種が成長してツールになったものよ。ロープのような丈夫さだな。研究で生み出されたものなのか。うん、言えてない。さてと、とりあえず持つ。持ってする。なんかあったっけ？お？これは何かしら。X は右3回。1、2、3、はい。そうね。右3回で2。はいはい。右3回で2。右左で1。1、2、3。4、5、6。右6回で3。迷路なのかな？これじゃ迷う余地がないだろう。下の X は右に3回。2が気になるね。これが気になるねだっけ。まあいいや。これって金庫を開けるための手がかりだったんじゃない？ちょっと見逃してたけどね。遠心機の上のメモじゃなくてか？きっとあのメモと合わせて考えるものじゃないのかな。ほら、同じような模様に書かれているしね。いや、今から見ても意味ないってことこれ。なるほど。遠心機上のメモを保管するものだったんだね。せっかくなんか見つけたと思ったのにこれ意味ないってこと。てかこうやって見ると結構いろいろ見逃してる気がしてくるな。で、何して、あ、そうだ、鶴を手に入れたんだっけ。鶴ね。鶴何使う、何使うの。鶴とか待って、上これは、これはか。ツル何使う。
書類、これは？これ何？ここも調べてなかったね。はい。あの装置が先生が言っていた希望なのかもしれない。まずは扉を開ける方法を探そうぜ。真っ暗なんだ。鶴？鶴って何に使う？向こうの部屋なのかな。鶴使うようなところなんかある。え、わからない。え、わからない。わからないのだけど、もう一回ヒントヒント。壁のへこみしか残ってないな。逆に逆にこう斜めに合わせるとか、それも違う気がするな。ヒント見ていいですか？はい。そういえば、押し込める壁の反対側にもへこんだ壁があったわね。確かにあったな。あっち側は押し込める仕組みではなかったが。でも、同じ部屋に同じようなへこみというのは何か関係がありそうだ。確かに関係はありそうだけど、何をどうすればいいんだろう。まずは押し込めない壁のへこみの法則から考えていきましょう。それがわからないから今こうしてヒントに頼ってるんだ。押し込めない方の壁はどんな風にへこんでいたかしら。そうだな。何か気にかかる点といえば、回転しても同じようになるということか。回転しても同じようになる。どういうこと？回転しても同じようになる？ほら、逆さに見ても同じ場所がへこんでいるだろ？そうか？そうかな？あ、本当だ！そうなのか？回転しても同じ場所？ん？どういうこと？え、回転しても同じ場所がへこん？え、ごめん、わからない。それと同じように反対側も押し込んでいけばいいのかな。回転しても同じように言ってる意味がよくわからない。あれ、明らかにこれ上下対称とかではないよね。まず初めて入った方向から押せる9マスはこんな感じね。うん、そうね。確かにこの配置なら右上を反対にした配置を同じになるな。右上を反対にした配置を同じ、どういうこと？次に部屋を反対にした方向の9マスだとこうなるのかな。
ごめん、さっぱりわからない。これで全てのマスが反対から見ても同じような配置になるな。反対から見て同じような配置？どういうこと？どういうこと？全く理解が追いついてない。右上を反対にした配置？どういうこと？さっぱりわからない。わからない。次回に回す。セーブ。ちょっと次回までに考えておこう。はい、ということで、まあ、割とサクサク進んで最後に詰まったみたいな形になったのかな。今回はそんな感じで、今回はこれにて終了とさせていただきます。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた次回。じゃあね。